愛知のダラダラジオ。はい、ということで今週も始まりました、愛知のダラダラジオ。早速ね、Google フォームにいただいた質問相談に一つ答えていこうと思います。今週は大阪府にお住まいのラジオネームバルバさんからいただきました。ありがとうございます。読ませていただきます。通信制高校に在籍してたんですが、先日中退しましたと。でこれは理由は学校に行けなかったから。中学から不登校でちゃんと学校に行くことだけが目標でしたが、頑張っても行けませんでした。今は公認、これ高卒認定だね、を取ることを目標にしています。でも辞めたことが正しかったのか分かりません。ハイチさんには正しいか分からなくなることはありますか、という質問でございます。バルバさん、質問ね、ありがとうございます。でまずですね、まあ自分配置が正しいか分からなくなることはありますか、という相談なんですが、毎日かな私はですね、どうなんだろう、他の人知らんけど、かなりこの自分が選択したことが正しかったのかどうかを毎日悩んでる。仕事においてもそうだし、あと子育てでもそうだね。子供に対して言った発言ってさ、まあ、感情的になってバッて頭で考えるより先に口に出ちゃうこともある。良くないんだけどね、これ良くないけどあるんだけど、でもやっぱり何かを発言するときにはいろいろ考えるわけ、選択肢がある、どれを伝えたらいいかなって考えて、で言葉に出すんだけれども、それが本当にあの言い方で正しかったのかなって思うことなんて、まあ、日常茶飯事だし、もっと大きく言うと、今自分が YouTube でこうやって活動してるでしょ、これが正しかったのかどうか、だってもうあのまま塾講師として働くって道もあったから、俺の場合はのかなって思うことが少なからずやっぱりあるよね。今でこそ、まあ、10年目になったからさ、みんながこうやって応援してくれてるから正しかったような気もしてるけれどもね。だから正直多いで、まあ、自分この、まあ、今回さ、ありますかって質問だから、ありますよだけで、多分質問に関してはね、こう完結してるのかもしれないけど、ちょっとだけ付け足しで話をしたくて、自分はまあ、どっかでも言ったかもしれんけど、こう正しい選択をするっていう考えがあんまりないんですよ。どっちかというと、自分が選択したことが正しかったと証明すると思ってる人間ですね。だから塾講師を辞めて、まあ、YouTuber になりましたけど、もちろん最初なんてそれが正しいかどうかも分からんし、もしかしたら失敗だったかもしれないじゃんか。でもこの道を選んだからには、これを選んでよかったっていうのを証明するっていうふうには思ってる。まあ、その証明の仕方は何かいろいろあると思うけどね。だからバルバさんに関しても、その多分通信制高校ね、辞めたっていうことで正しかったのかなって思うこともあるかもしれんけど、でもそれで高卒認定をしっかり取ってさ、その後の道、まあ、どうやって進学するのか就職するのかわからないけれども、自分が歩んだ道を振り返った時に、あれで間違ってなかったなって証明できるのはこれからの自分じゃんか。今の自分と未来の自分で変えていけるでしょ。やっぱ過去って変えられないのよ。捉え方は変えられるよ。変えられる、それは。だから俺が中学の時いじめを受けてた過去っていうのも、いじめを受けてたっていう過去は変えられない、事実は。でもそれを捉え方は変えられる、その事実に対してね。そうだから変えられるけども、でも今と未来に関してはさ、もう自由に描けるわけよ。そう、まあ、っていうとちょっとプレッシャーになるかもしれないね、バルバさんに今では。でもそういう選択肢があるっていうのは思っててほしいから。そう、自由だからこそ辛いんだよ。そう、選択肢があるからね、自分で切り開かなきゃいけない、エネルギーも必要だし。そう、だから辛い面はもちろんある、生きていくっていうのはやっぱ楽なことだけじゃないから。だけれども、縛りが、全て縛られてるわけではないんだよっていうのはぜひ伝えておきたいかな。そう、だからバルバさんのペースで構わないので、ぜひね、自分がご自身が、決めた道、選んだ道っていうのが、これが正しかったんだって、まあ、正しかったんだまでいかなくていいけど、間違ってなかったなって思えるように、ご自身の道を歩んでいっていっていただけたら嬉しいかな。はい、という感じでございます。質問ありがとうございました。では、今週はですね、まずさっきね、そうか、書いてあるテーマですね、あの頃を思い出すっていうちょっと話をしていきます。先日ツイッターにもちょっと投稿したんですけど、私3時起きの日がありましてそう、3時に起きたんですよ。結局11時半ぐらい寝て3時に起きたんですけど、あの日海に行ってきたんです。私群馬県に住んでるので海なし県なんで、
海が身近にないんですよ。でもちょっとあの義理のねお兄さんが誘っていただいて、息子たちを先に前日の夜に、現地に送って、だからキャンピングカー持ってて義理のお兄さんが、そうだから連れてってくれとって、でも俺ちょっと仕事があったから、そう夜仕事をして、で朝合流しようと思って3時に起きて、3時間ぐらいかな車で走って、朝の6時ぐらいに着いて現地に合流したんですよ。そうで、その日の夜に帰ってきたんだけど、またそうそうそう長い一日だった。でも久々に海に行ってきて、まあ、子供たちとねいろいろ遊んできたので、まあ、日焼けがすごくてさ痛くて首とかそうそうなんですけど、で海もともと好きなんです。ただ海は見る専門で、あんま入るのはそんな好きじゃないんですけど、まあね、入ってきたよ、子供たちいっぱい遊んできたけど、ただもともと水がすごい好きなのよ。そう好き でその水を眺めて、だから川とかずっと眺めてられるタイプの人間なんですけど、で何を思い出したかっていうと、YouTube オリジナルズで、あもし見たことない方は今回概要欄貼っておくのでちょっと見てほしい、Google さん、もうプロの編集の方、撮影クルーと編集の方たちが作ってくださった作品があるんですよ。でそこでも少しね話触れてるんですが、自分中学の時にねいじめ受け取った時に、俺育ったところが群馬県の利根川っていう川があると、町の中にこう走ってると川が流れてるところで、でよくね土手に自転車で行ってこうポツンと座って川の流れを見てたんですよね。しんどいことがあった時とか、まあ、そこでなんか英単語の勉強とかしちゃった時もあったけど、でそれをなんかちょっとふと思い出したんよね、あの頃の感情というか。そうでちょっとそれをね今回話そうと、まあ昔話なんでね、まあ興味ある方はね付き合っていただけたらと思うんですが、なんか水がなんで好きなのかなって、まあ、当時は全く考えてなかったんですけど、うん、今ね今振り返ると思うのは、水ってさこうどんなものにも形を変えられるんですよね。そうすごいこう人の心を癒すこともできるし、まあ癒されない人もいるかもしれないけどね、癒されるし俺はね、だけどまあこの脅威になるというか、ものすごいエネルギーを持ったものにも変貌するでしょ。まあそれは津波とかもね含めてそうですけど、そうだから優しい面もあれば、すごいこう、まあ、人間にとって脅威になるようなエネルギーになることもある。でもいろんなものに形を変えられて、あとは普遍なんだよね。普遍じゃない逆だわ、変わるんだよ、同じものがないというか。水ってさ波の形もそうですけど、同じものってないじゃないですか。一瞬一瞬が全部特別なんですよね、ずっと。そうだから、まあ、見てて飽きないっていうのもきっとあるんでしょうけど、そういった意味でずっと眺めていていいないいなって癒されるなとかって思いながらねずっと眺めてたんですよ。だから本当あの頃は気づいたら本当に2時間とかぼーっとしてて、できっとさ人がいっぱいいる街だったらさ、あの子大丈夫かなってなると思うんだけど、うちめちゃめちゃど田舎なので、育ったところが人とか全然おらんからね、そうそんな風に過ごしてたんですが、でなんかその中学の時に、まあ、結局ね、まあ、よく話に触れるけど、今振り返ったらいじめだったのかって言ったらちょっとまあ怪しいところもある、うん、ただただ好かれてなかったっていうだけ、うん、陰口とかはもちろん結構言われてたけど、直接的にめちゃめちゃ人に殴られるとかそういうのはなかったし、なんか階段からね後ろから蹴飛ばされて階段転げ落ちるみたいなことはあったけどさ、でもそれぐらいだったから、うん、今のネットいじめみたいなことはなかったし、ネットはなかったからね俺らの頃は。そうだから今の子に比べるとさ全然、話を聞けば聞くほど俺なんてなーってこんなんでぐちぐちじゃダメだったなーとかって思うんだけど、でも当時の俺にとってはきつくてすごく、そうだけど、まあそんなものを見ながら、なんかさやっぱり辛い時ってこう陰と陽だったら陰の部分に心が侵食されやすいというか、まあ、黒い部分でね、だからこう自分がこんなに不幸なことを、されてるから誰かに不幸な思いをさせたいっていう自分がいないかって言ったらいたよね、いないってのは嘘になると思う。そうやっぱり自分の腹黒さとかさ、自分の心の黒い部分って誰一番自分が知っていると思うんだよ、みんなも分かると思うから。で俺もそうで、あったけど、でも自分の中ですごいその、まあ、天使と悪魔じゃないけどさ戦ってたのはすごく覚えていて、
自分は辛かったし、ね、生きてる意味も分からなかったけど、でも、だからこそ誰かの役に立ちたいなっていうのはすごく思ってたんだよね。誰かの役に立つことが自分の存在証明になると思っていたの。だから人に頼られるのはすごく好きだったし、当時からね相談に乗るとかさしてて、まあ俺が答えた答えが、だから今回ダラダラジオの最初とかもそうだけど、それがその人の役に立ててるかどうかは分からんけど、でも自分が発した言葉、自分が行った行動に関して、もしかしたらプラスのエネルギーをもらってくれる方がいたら、自分が生きてる価値はあるのかな。実はそれはね、今でも変わってない。この活動もそうだよ。みんなの役に立ちたいっていう、もちろんその思いはあるけれども、みんなからありがとうございましたって言われるたびに、あ、生きててよかったんだなって思うのは今でも変わらないから、だから、まあ、結局自分のエゴみたいなところでね、この活動やってる面もすごくあって、少なからずはさ、そう。で、まあ、そんなことをふと思い出したのよね、そう、海見ながら。だから今回、まあ、ごめん、今回の話に関しては着地点がなくて、だから何みたいな感じで終わってしまうんだけれども、やっぱり思うのは、例えば今回さ、ダラダラジオにもらったやつも結構来てて、今週もで、ね、1件しかね返してないんだけれども、結構育ってる環境がしんどい方、例えば一般的に 毒親と言われるような方に、だってもうその相談くれてる子が毒親っていう言葉を使ってる方も何人かいたし、そうで、やっぱりそこだけ聞いとるとね、まあ、その子の主観だけで判断しちゃいけないかもしれんけど、でもやっぱり読んでるとそうだなって思うところあるし、あとは兄弟のこととか学校の先生のこととか、周りの大人のね環境によってすごいしんどい思いをしてる人とかやっぱりいてさ、でもなかなか環境って変わらんやん。自分の力でどうこうできるもんじゃないし、大学とかなればさ、家出ることができるから変わっていくかもしれないけど、だからね、そこにあと数年はいなきゃいけないっていうのは続くこともあるから、だからなんかそこをさ、本当は今すぐにも抜け出させてあげたいし、でも俺にそんな力は今ないから何もできないんだけれども、ただそのしんどかった時期、それは我慢しなくて済むんであればそっちの選択肢を取ってほしいんだけど、でも我慢しなきゃいけないっていう状況にあるんであれば、その辛かった経験っていうのを未来に生かせ、まあこれね、生かしてほしいなって思いが、その海を見てて思ったよね。自分はそうだったなと思って、まあ、こういうふうにみんながみんなこうなれるわけではないんだけれども、例えば毒親というかさ、すごい嫌なことを我が子に対して、あ、みんなに対して言ってくる親がいたら、みんながもし親になった時には、もうそんなね、ああいうふうに言われたらこう思うんだって、あんなやつにはなんねえぞって、反面教師じゃないけどさ、そういうふうに思ってほしいなって感じるね。やっぱり生きてると、嫌なことっつうか、ね、うまくいかないことってたくさんあって、そう、自分も振り返った時にいろいろあったからさ、でもまあもう一回人生 やり直した時に、そこを通らなくて済むなら通りたくないよね。いじめとか特にそうだけど、だってすげえハッピーで楽しい中学生活が送ってみたいもん、送ってみたいけど、でもまあ人生ずっとハッピーなわけではないからさ、ただ捉え方で、やっぱり物事っていうのは変わってくるとは思うので、なんかそんなことを伝えたいなと思って、ちょっと着地点のないねダラダラジオを話させていただきました。で、割とね着地点を決めて話すようにしてるんだけど、今週はいいかなと思って話したら、案の定こんなグダグダになりましたけど、ここまでねお付き合いいただきありがとうございました。ということでね、夏休みが始まりました。で、明日からは朝とね夜に自習室が実施されまする。この前の生放送多分ね間違って言っちゃったんだけど、そう、夏休み中に50回目標って、違う計算上50回いかないんだよね。そう、でも夏休み8月31日までに自習室を30回かな、そうやるのが目標なので、まあ、ちょっとねいけるかわからないんですけど、夏はね頑張っていきますので、まあ、自習室をね普段使ってくださってる方はぜひそちらも使っていただけたら嬉しく思います。では今週のダラダラジオは以上です。またね、来週お話じゃない。来週何かね、喋っていきますので、よかったらね、また聞いてみてください。では、明日からね、夏休みの方もいらっしゃると思いますが、社会人の方もね、聞いてくださってると思いますので、また明日から1週間ね、お互いに頑張っていきましょう。いい週間にしてね、また来週のダラダラジオでね、
このグダグダな話付き合ってみてください。では今週は以上でございます。また来週お会いしましょう。それじゃまたね、バイバイ。